今日のコメント、ポケカのプレゼント企画してください。ポケカは僕も買えないので逆に欲しいです。どうもハルカットです。皆さんアニポケは見ていますか？新シリーズ盛り上がってきましたね。そこで今回はアニポケ新シリーズの現時点での評価について見ていきたいと思います。では関係ないけど、最近 VTuber さんの動画いろいろ見てます。みんなは好きな VTuber さんいますか？というわけでよかったら最後まで聞いててください。アニポケ新シリーズの現時点の評価はどうなのか。今放送されているアニポケ新シリーズは、主人公がリコとロイで、二人はライジングプロテッカーズという組織の仲間に加わり旅に出ているんですが、もうすぐこのシリーズが始まってから5ヶ月が経とうとしています。というわけで今回はシリーズの現時点での評価について SNS や僕のコメント欄を参考にし見ていきたいと思います。まずは主人公リコについて。リコは学校に通い始めた頃は人見知りでおどおどしている様子も見られ、心の声がすごく多かったため SNS を見るとあまり印象を持たれていませんでした。しかしライジングプロテッカーズに入って仲間と過ごしていくうちにだんだん成長しており、今は敵が来ても冷静に対処し分析そしてバトルをしたりしています。初めての人とも普通に話しており、成長を感じられますよね。入学当初とは大違いです。おかげで今ではかなり大人気になっているなと思います。何より声も顔も可愛いですしね。次はロイについて。ロイは最初はリコに注目されすぎて若干空気だったなという印象です。1話から出ていないですしね。しかし登場してからはサトシを思わせる無邪気さや少年っぽさが好感が持っているということで人気が上がった気がします。ロイは相棒のホゲータとがむしゃらに頑張る感じがいいですよね。バトルに関してはまだ初心者トレーナーの動きなんですが、この前の回ではサトシのような無邪気さ戦法を行っていたので、今後の練習や実戦でどんどん磨きがかかってきそうだなと思いました。次は新シリーズのストーリーについて。序盤の時点では展開が遅い、小さい子には内容が難しいという意見があったんですが、今はどうでしょうか？展開についても今のところ僕はめちゃくちゃ面白いなと思っています。スピードも別に遅すぎるわけじゃありませんし、重要な内容が毎回出てきています。さらにめちゃくちゃいいところで1話が終わるので続きが気になる展開が多いです。まあ小さい子からしたらちょっと難しい内容もあるのかなと思うんですが、ポケモン一体一体の仕草が細かく描かれているのであまりわからなくても楽しめる内容もあります。そう考えると結構僕は面白いシリーズだなと思いました。僕が毎回アニポケの翌日に上げている感想動画のコメントでも〇〇話の話良かったというコメントが多く見られるので、面白いと思っている視聴者は多いのかなと感じます。あとはやっぱり新キャラばかりで新鮮ですよね。サンゴのように突如現れ人気をかっさらっていくようなダークホース的キャラも出てくるので、今後どんなキャラが出るんだろうという楽しみもあります。皆さんは現時点での新シリーズについてどう思いますか？よかったらコメント欄でコメントしてみてください。とはこんな感じでアニポケ新シリーズの現時点の評価についてでした。ちょっとロールスターチャンネル登録しようござんよろしくお願いします。では次の動画でせーのグッディー。